田中。そっか。なあ、なんで笑うんだ。俺にはこういう経験なんてねえから、お前の本当の辛さは分かってやれねえ。でもお前が今無理に笑おうとしてるってことは分かる。強がって笑うより泣いて涙出した方がすっきりするんだ、こういう時は。だから今日くらいは弱がれ。強がるの反対語違うか。そっか。今まで頑張ってきたんだ。その分ゆっくりでいいよ、立ち上がるのは。